皆様こんにちはボンクリフェスアーティスティックディレクターの藤倉大ですボンクリフェスのコンセプトは世界中の新しい音新しい音楽を一日中赤ちゃんから大人まで東京芸術劇場館内で聴けるっていうフェスであります今年のボンクリフェスならではの特徴っていうのはですね、えー、まず一つに、えー まあ去年おとどしよりもさらにパワーアップしてですねあの新しい部屋などができたりしていますそのうちの一つはデイビッド・シルビアンの部屋っていうのを作りましたデイビッド・シルビアン、まあ僕の友達なんですけどデイビッド・シルビアンがわざわざこのボンクフフェスのためにミックスやあの新たな作業をしてくださった、えー、作品がプレイされますデイビッド・シルビアンの,その未発表作品をいくつか そここでやることになっていますスペシャルコンサートは今まで夜だったんですけどそれが昼の2時になりましたお子様をお連れの方たちはあの結構来やすいんじゃないかと思って2時にしました2時にスペシャルコンサートにしたっていうことは夜は大ホールが空いてるっていうことなのでそこで何をするかっていうと大人ぼんくりっていうのをやります。大人ぼんっってななんだってだいう ものなんですけど大人ぼんくりっていうのは2時間ぐらいの枠でですね大ホールでやるんですけどもそこで僕も含めたいろんなアーティストの人が選曲した録音の作品録音作品をそこで披露するっていうことなんですけどもその一つの大きな特徴は大人ぼんくりで流れてる音楽の間に皆さんはホールを出たり入ったりできる自由にできるっていうことで。 あのホールの外フォイエの部分ではお酒も売っているなのでちょっとフォイエに出てお酒を飲みそれでまた新しい不思議な音が聞きたいなと思ったらまたホールの中に入るっていうことも自由にできるっていう、えー、コンサートです今年のスペシャルコンサートではまず一つはあのモートン・フェルドマンのすごく不思議な作品モートン・フェルドマンの映画音楽っていうのは あるんですね、僕も知らなかったんですけどその作品の楽譜を不思議なことに、えー、手に入れることができましてでモートン・フェルドマンの財団から「ぼんくり以外では弾かないでくれ」っていう条件で頂い,いたのでもうこれはぼんくりでやるしかないなっていうことでモートン・ンフェルドマンのの、えー、映画たために描かれた作品をやりますでその次には波佐、えー、間美穂さん今ジャズの方面で。 大活躍してると思うんですけど狭間さんと僕は結構前から知り合いで、うん、ボンクリでも狭間さんの作品やりたいなと思ってたところだったんで、えー、っと聞いてみたらなんかすごくおしゃれなサックスの40層の曲がありましてでそれすごくやりたいなと思ったんですけどあのサックスがボンクリフェスの楽器編成にないので特別にボンクリのために弦楽四重奏に狭間さんがアレンジしてくださってそれを 演奏すすることになってますでその次はあの八木道夫さんこの八木道夫さんもすごく本当に特別なアーティストだと思うんですけど琴奏者でそれでいてジョン・ゾーンからいろんな実験的な国際的に有名な実験的な即興奏者と共演なさってる人なんですけども八木道夫さんも是非お呼びしたいなと思ったところに去年の「ボンクに来ていらしたので。 捕まえて来年出てくださいって言ったらいいですよって言ってくださったんで出ていただくことになってます八木道夫さんの作曲の作品を八木道夫さんの演奏でやりますスペシャルコンサートは毎年やっているプンクとライブリミックスというものをですね。今弾かれたものを録音していてそれを即座に、えー、素材として使って即興するっていうものなんですねそれはあの「プンクとフェスティバルって今年もまたノルウェーから4人来ますその4人とまあ僕と 5人でライブリミックスをスペシャルコンサートでもやるんですけどそれの素材がその前に演奏される八木道夫さんの曲になります。で不思議なのは八木道夫さんとプンクとのノルウェーの即興奏者たちってもう実は結構 CD とかも出てるっていうのを僕知らなかったんですよね。知らなかったのに偶然こうして一緒のフェスティバル一緒のコンサートに出てもらえることになりました。 テリーライリーのインシーっていうまあたまにはあのー、たまには有名作品もやってくださいっていう声も聞いたのでじゃあもうじゃあやりますということでテリーライリーのインシーをやるということにしました。そのテリーライリーのインシーっていうことはだから結構オープンなスコアなのでどんな編成でもありっていうことになりますよね。それであの去年ノマドの部屋でノマドの奏者の方たちのお子様たちが出てくださったんですねノマドキッズっていう。 で彼らの、あのー、演奏というか合唱っていうのはすごく良かったので今年は是非大ホールのコンサートで出ていただきたいなと思ったので「ノマド・キッズ」も入るテリリー・ーライリーのイのンシティをやりますでその後があが坂本龍一さんの新作ですねこれは日本書になりますけれども本庄秀次郎さんのために書かれた三味線のソロの作品をボンクリのスペシャルコンサートで演奏します。 でその後が毎年あの出ていただいてる大友義出さんあ僕は個人的に大ファンだったんですけどよ大友義出さんが今年も出てくださるっていうことになってましてで大友義出さんの新作っていうのはまあ本当に本番一日前まで分からないっていうものなんですけども多分大友さんも分からないかもしれないし僕らは絶対分からないっていうだから本当にもう切って体験するしかないっていうことですね。大大友友ささんんの新作大友さんも 出演なされます。ベストセラーの小説ミツバチと遠雷が映画化になります。で、ミツバチと遠雷を多分お読みになった人たちはよくわか覚えてると思うんですけど、そこに出てくる重要な。まあ、キャラクターですね。架空の作曲、家が作った架空の作品が課題曲、ピアノコンクールの課題曲になっているんですね。その架空の作曲、家が作った架空の作曲は、実は映画では僕がしてるんですよ。 なのでその架空の作品っていうのが「春と修羅」っていうピアノ曲なんですけれどもそれを、えー、っと映画の公開が10月4日なので「ボンクり」は9月28日っていう本当に1週間前なので是非先駆けて「その春と修羅」その架空の作曲家が作った架空の作品を生でスペシャルコンサートでできないかと本当にこの間思いついてですねそれで 追加することにしましたピアニストもあの萩原真美さん本当に素晴らしい萩原真美さん出ていただくことになりました最後はえー、っと僕のホルン協奏曲の2番っていうのをソリストの福川信明君が、えー、ホルンのパートを弾いてくださいます9月28日東京芸術劇場でのボンクリフェス2019どうぞお楽しみに